我は最果ての魔王ディープブリザードである。前回はメリバンペイントの基本的な操作説明、そしておすすめのブラシラフから線画までを描く方法をお教えした。こちらが前回の講座で描いたイラストの線画である。今回はこちらに着色仕上げを行っていこうと思うのであるぞ。またその講座の中でレイヤーの具体的な使い方、そして効率よく絵を仕上げていく方法なども紹介していこうと思うので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいのであるぞ。色を塗る着色の作業に入っていこうと思うのであるぞ。着色では新しいレイヤーを作り、そこに色を置いていくのであるが、カラーレイヤーを作成する。するとレイヤー2の上にレイヤー3ができたのが分かったであろうか。レイヤー3をそのままの状態で色を塗ろうとすると、この通り先ほど描いたキャラクターの線画が塗りつぶされてしまう。そこで重要になってくるのがレイヤーの表示順番である。今レイヤー3はレイヤー2よりも上にある状態になっている。なのでレイヤー3を長押ししてドラッグし、レイヤー2とレイヤー3の位置を入れ替えると、この通りレイヤー2がレイヤー3よりも上にあるので線画が潰れることなく、色の塗られていない透明部分に赤色がきれいに乗っているのがわかるであろうか。これを利用してまずはレイヤー2の下にあるレイヤー3にキャラクターのベースとなる色を置いていこうと思うのであるぞ。ここで今回使うのが自動選択ツールである。自動選択ツールの詳細のところに出てくる対象をキャンバス、キャンバスというのはこのキャンバス上に写っている全てを選択範囲の対象にするというものだと今の段階では思っておくと良いであろう。そしてアンチエイリアスにチェックを入れておく。これを入れておくことでより滑らかな選択範囲を作ることができると思っておくと良いであろう。拡張の部分を3ピクセル分、隙間と字を4にしておこう。そして自動選択ツールの選択方法を追加にしておく。この設定にしておくことで複数箇所を自動選択で選ぶことができると覚えておくと良いであろう。そして隙間と字の数字を大きくすればするほど線画と線画がきれいにくっついていなくてもその部分を閉じているものだと認識して選んでくれるという、コミックイラストを描く際には非常に役に立つ機能なので、ぜひ使ってみてほしいのであるぞ。ではこの選択ができた状態でキャラクターの色を塗らない部分、キャラクターの外側の部分をタップして選択をしよう。するとこの通り選んでいる部分は白く、選ばれていない部分が青く選択されているのがわかるであろうか。あらかたきれいに選択されているが、先ほど行った隙間閉じの効果の弊害で腕と胴体部分に選択されていない部分ができてしまった。この時に選択のツールを追加にしているので、この隙間部分をタップするときれいに選ぶことができた。そして拡張にしているのでこの通り線画の部分に選択範囲がきれいに食い込んでいるのがわかるであろうか。これは自分の線画の太さに合わせて拡張のピクセルを1や2もしくは4や5にしてみるときれいに選択範囲を作ることができると覚えておくと良いであろう。ただ先ほど言った通りこの状態は選択範囲がキャラクターの外側、つまり色を塗りたくない部分を選んでいることになる。本来であれば選択範囲を反転したいので、画面左側にある選択範囲のオプションのところから選択反転という項目をタップしよう。これでキャラクターの部分だけに選択範囲がきれいに作ることができた。次に使うのがバケツツールである。このバケツツールを使ってとりあえずまあ分かりやすい色、まあ、今回ピンク色を用意して、そして対象をレイヤーに切り替えよう。キャンバスというのは先ほど言った通り画面に映っているもの全てを塗りつぶす時の境界線として見なすというものなので、例えばこのキャンバスの状態のまま顔の部分をクリックするとこの通り顔の輪郭線も塗りつぶす際の参照する部位になってしまっている。今回は一気に画面全体を塗りつぶしてしまいたいので対象をレイヤーにするとこのレイヤー3のみを参照するということになる。そして今回は
すでに選択範囲にキャラクターの部分だけを囲っているので、この状態で塗りつぶしを行うとキャラクターの部分だけをきれいに塗りつぶすことができたのが分かったであろうか。ここまでできたら画面上にある選択を解除するをタップして選択範囲を解除しよう。これでキャラクターだけをきれいに塗りつぶすことができた。ここからまた細かくキャラクターを塗り分けていくのであるが、その前にもう一つやっておくことがある。この状態で色を塗り分けていこうとすると、せっかく色を塗り分けたのに色を塗っていない部分にもまだ色がはみ出してしまう。こうならないために透明度を保護というところをタップしよう。文字が青くなっていればチェックが入っていることになっているのであるぞ。こうすると色を塗っている部分以外には色がはみ出さなくなった。これで簡単にキャラクターの色の塗り分けを行うことができるようになったのであるぞ。キャラクターのベースカラーでもう一度全体を塗りつぶして、キャラクター全体に薄く肌色が乗ったことを確認したら、次に髪の毛を塗っていきたいのでバケツツールで対象をキャンバスにする。これで先ほど言った通りこの線画も対象の範囲内になっている。そして拡張3ピクセル、隙間閉じ4ピクセル、これ先ほどの自動選択と同じ数値をバケツツールにも割り当てておる。そしてこの状態で髪の毛の塗りたい部分をタップすると、こんな感じでトントンと塗りつぶしたいところにどんどん色を置いていくことができるので、まずはざっくりとキャラクターの髪の毛の部分に色を塗っていこう。多少うまく塗れていなかったり毛先に色が入り込まないなどがあるかもしれないが、今の段階では気にせず、とりあえず全体になんとなく色が乗っていればいいぐらいの気持ちでタップを繰り返し色を置いていこう。これでまずはざっくりとキャラクターの髪の毛に色を塗ることができた。しかし見ての通り細かい隙間に色が入らなかったり毛先に色が染み込んでいなかったりしている。こういう時に役に立つのがダウンロードしておいた塗りつぶしというツールである。これを使って塗りたい範囲をこんな風に囲っていくだけで色を塗りつぶしてくれる。そして透明部の保護をしているので余計な外の部分には色がはみ出さなくなっているのもわかるであろうか。そして非常にシャープに色を塗りつぶしてくれるので、単色をきれいに塗りつぶしたい時などにはこの塗りつぶしツールは非常に役に立つのであるぞ。バケツツールと併用しながらまずはきれいにパーツを塗りつぶそう。これでまずは髪の毛を塗り分けることができた。そしてこの白目の部分などは選択範囲を線画で塗り分けていないのでバケツツールで塗りつぶすことは難しい。こういう時にも塗りつぶしブラシを使うことで簡単に色を塗り分けることができる。同じようにして黒目の部分も塗りつぶした。ではこの作業を繰り返してまずはキャラクター全体の色の塗り分けを行おうと思うのであるぞ。これでキャラクターの下塗りが終了したのである。線画のレイヤーを非表示にしてみるとわかるのであるが、このようにおおよそキャラクターの色の塗り分けを一つのレイヤーで行っているのがわかるであろうか。では次にキャラクターに陰影をつけていこう。新規カラーレイヤーを作成し、ここに影の色を塗っていけばよいのであるが、このまま影を塗るとこれまでと同じように下にあるレイヤーの色を上書きして単色の色になってしまう。レイヤー4を選択している状態でレイヤーメニューの上の通常と書かれているところをタップしよう。現在通常というレイヤーの上にある色を塗りつぶすというものになっているところを、上山という下にある色と上にある色を掛け合わせるという項目にタップして変更しよう。するとこの通り水色と髪の毛のピンクが合わさって紫色になっているのがわかるであろうか。この上山という合成モードを使えば簡単に深みのある陰影を作ることができる。これを使ってキャラクターに陰影を塗っていこうと思うのであるぞ。やり方はこれまでと同じで、塗りつぶしツールを使ってまずは肌の色を塗っていこうと思うので、明るいピンク色を選択してキャラクターの影になる部分を囲って塗っていこう。もちろんペンや他のブラシなどで陰影を塗っても OK であるぞ。そしてこの陰影を塗るときにもう一つ覚えてほしい機能がある。画面外までこうやって色を塗りつぶそうとするとキャラクターの外に影がはみ出してしまう。
これではいちいちはみ出した部分を書いたり消したりを繰り返し、余計に時間がかかってしまう。そこでクリッピングという機能を使っていこう。レイヤーの部分にあるこのクリッピングというボタンを押すと、このレイヤー3、キャラクターの下塗りで色が塗られた範囲にだけレイヤー4、影を塗っている色を反映することができるという機能になる。これはもう使ってみた方が早いので、実際にクリッピングというボタンを押してみると、この通りレイヤー3でキャラクターに色を塗っていない部分はレイヤー4でどれだけ影を塗ろうとしても色を塗ることができない状態になったのが分かったであろうか。このためにレイヤー3の色の下塗りでしっかりとキャラクターの色を塗る部分、色を塗らない部分を分けたと言っても過言ではないほど、作業を手早く時短効果の大きな色塗りをすることができるのであるぞ。ではクリッピングまで施した状態で改めてキャラクターの陰影を塗っていこう。このようにあっという間にキャラクターの肌の部分の陰影を塗ることができた。ではこの作業を繰り返してレイヤー4にキャラクターの陰影を追加していこうと思うのであるぞ。これでキャラクターの陰影塗りが完了したのである。クリッピングマスクを使っているので画面外にもはみ出していないのがわかるであろうか。ちなみにこのクリッピングを解除してみると、こんな感じで髪の毛の部分に色がはみ出しているのがわかるであろうか。クリッピングを適用することで素早く、そして正確に陰影を描くことができるということを忘れずに有効活用してほしいのであるぞ。では次に、より絵に情報量を高めていこうと思うのであるぞ。まずは新規カラーレイヤーを定山で作成して、そしてこのまた色の下塗りをしているレイヤーさんにクリッピングをしたいのでクリッピングをかけておく。こうすることでこの矢印の一番下にあるレイヤー、このレイヤー3に当たるまでは、このレイヤー5、レイヤー4はクリッピングされた状態になるので、このレイヤー5も引き続きキャラクターの色の下塗りをした範囲外には色がはみ出さなくなっているのがわかるであろうか。そしてレイヤー5を作った状態で一度レイヤー3を選択しておく。そして先ほど使った自動選択ツールで選択範囲の対象をレイヤーに切り分ける。これで色を下塗りしたレイヤーだけを選択するという風になった。そして今回は拡張を1ピクセルに減らしておく。この状態で髪の毛の部分をタップすると、髪の毛の色を塗った部分をきれいに選んでいるのがわかるであろうか。この状態でレイヤー5に戻り、エアブラシと呼ばれるツールを選択しよう。ブラシのサイズを最大の500ピクセルにしておく。そしてやや明るめの紫色を選択して、毛先を優しく撫でるように色を塗っていこう。こうすることで毛先に柔らかいグラデーションをつけながら色をつけることができたのが分かったであろうか。塗り終わったら選択を解除する。するとこの通り髪の毛に深みのある紫色が追加された。同じ要領で自動選択で瞳の色を塗った部分だけを選択する。エアブラシツールで瞳にもグラデーションを追加しよう。これで瞳にもエアブラシでグラデーションが追加をすることができた。新規のカラーレイヤーを作成し、またクリッピングを適用する。今度はハイライトと呼ばれる色の一番明るい部分を書き込んでいこうと思うのであるぞ。ペンや塗りつぶしツールなどを用意して、今回は塗りつぶしツールを使って肌にこのようにハイライトを追加していこう。そして同じように髪の毛にもハイライトを追加していこう。今回はレイヤーの合成モードは通常にしているので、
色を上書きすることができるので、ハイライトを鮮やかに乗せることができるのであるぞ。そして仕上げの工程として、線画のレイヤーの上に新規のカラーレイヤーを作成してクリッピングを適用し、エアブラシツールを使って色トレスと呼ばれる線画に色をのせる効果をつけていく。このように線画に色がつくことで硬い印象を柔らかくすることができる。例えばこのようなリボンなどの明るいパーツは黒い線画が非常に強く目立っているが、ちょっと暗めのオレンジ、ややブラウンに見える色で色を塗ってあげると、ふんわりと柔らかい印象になったのがわかるであろうか。このように線画の色が重く見えるなという部分を色トレスを行って柔らかく鮮やかにしていこう。このあたりは好みなので、自分は黒い線画が好きだというものはそのままで良いであるぞ。これで色トレスも完了したのである。では新規カラーレイヤーを一番上に作り、そしてこの段階だと線画にクリッピングをされてしまっている状態でレイヤーが作られているので、クリッピングは解除しておこう。この状態で瞳部分のハイライトを追加しよう。我はまずこのように色をつけたハイライトを作ってから、白色で中央部分を削るように色をのせると非常にキラキラと鮮やかな瞳に見えるのでやっておるのであるぞ。あとはキャラクターの細かな色味の調整や背景などを軽く追加して完成である。こちらが完成したイラストである。メリバンペイントを使えば簡単にプロのクオリティのイラストが描けるというのが分かったであろうか。我も実際に使ってみて、これが無料のソフトなのかと驚くほどに高機能かつ非常に滑らかなペンの描線や様々なブラシが使えることに驚いたのである。もしこれからデジタルのイラストを本格的に始めてみたい、でも何から触ったらいいのかがわからないという方には、まずこのメリバンペイントはおすすめのソフトと言えるであろう。描いたイラストは様々な形式で描き出すこともできるであるし、 PC、iPad、iPhone、Android でデータのやり取りもクラウド上でできるとのことで、まさに次世代のペイントソフトと言って過言ではないであろう。というわけで今回はメリバンペイントの基本操作から、そしてイラストを1枚描き上げるまでを前後編の動画に分けてお届けしたのであった。今回講座で教えたこと以外も、もっと知りたい、こういうことをやってみてほしい、こういうところがよくわからなかったなどあれば、ぜひ動画のコメントで書いていただけると嬉しいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。